宇宙世紀00791月3日、スペースコロニーサイト3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか44時間で3つのサイドは壊滅し、28億もの命が失われた。だがこの凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる序曲でしかなかったのである。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの日に必ずや彼らは屈するであろう。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブロー。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い、大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべくサイド5ルームに進撃を開始。一方連邦はレブル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。地球の命運はこの一戦にかかっている。諸君らの健闘に期待する。連邦へ、えらく動きがいいが、指揮官はレビルか。モビルスーツ隊を発進させろ。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の機関アナンテもまた激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレビル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に連邦政府に対し休戦条約の締結を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとってそれを断る気力はもうなかったかに見えた。宇宙都市サイド3はルームでの勝利に色めき立っていた。地球から遠く離れ過酷な生活を余儀なくされていたスペースノイドたちにとって連邦に対する勝利は特別な意味を持っていた。我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては数に勝る連邦ですら無能の衆に過ぎないのである。南極での休戦条約交渉を前に行われたこの演説でジオンの人々はこの戦争の勝利を確信していた。しかしその確信は最悪の形で裏切られることになる。今まさに条約調印がなされようとした時、レビル奪還サルトの方がジオン本土を駆け巡った。そしてジオンの内情を見取ったレビルによってジオンが連邦以上に疲れていることが暴露されてしまう。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、戦いは継続していくことになるのである。この事態に対しギレンザビはかねてより進めていた地球侵攻作戦を実行に移す。今戦いは新たな局面を迎えようとしていた。レビルの帰還によって連邦は統制を取り戻しつつある。だがそれも今のうちだけだ。地球侵攻作戦の準備はどうなっている？はい、順調に進んでいます。各部隊は作戦開始の指示があり次第地球への降下が可能です。そうか。愚かなる地球市民どもの驚く顔が目に浮かぶわ。
ドズル様から通信が入っています。回線を回します。いよいよだな兄貴。ソロモンから発信した降下部隊はあと少しで地球降下ポイントへの集結を完了する。第一次降下作戦の開始はいつでも可能だ。よかろう。全軍に戦闘開始命令を出せ。我が軍はこれより地球侵攻作戦を開始する。目標はカスピ海および黒海の沿岸部。目的はこの地域一帯の地下資源の確保である。また来るべきヨーロッパ中東侵攻作戦に向けてもこの一帯の占領は必要不可欠なものである。今こそ地上が安全だと思い込んでいる連邦の愚か者どもに我らジオンの強さを思い知らせてやるのだ。敵防衛部隊沈黙。増援が送られている様子もありません。うん。全軍に戦闘中止命令を出せ。オデッサ制圧は完了したと。了解。本日正午、地球降下部隊の第一陣がオデッサとその周辺の高工業地帯の制圧を完了いたしました。引き続き地球侵攻作戦を予定通り推し進め、半年以内に連邦の息の根を止めてご覧に入れます。家臣の失意は自らの破滅を招くぞ。地球は、あの広大な土地は我々の手に余るのではないかな。これはこれは、かつてジオン大君から王位を簒奪された方のお言葉とは思えませんな。言葉が過ぎるぞ。今さら停戦など世論が許しますまい。お前が煽った世論だろう。どちらにしても引き返すことはできんか。要は勝てばよいのです。心配することなど何もありません、父上。これより我が軍は第二次降下作戦を開始する。目標は北米大陸。南米のジャブロー基地を牽制するためにもこの地域の占領は必要である。オデッサで見せた我らジオンの強さを再び奴らに見せつけてやるのだ。報告します。ニューヨーク方面軍が戦略拠点ニューヨークの制圧に成功しました。これより我が軍は降下作戦を開始する。目標は中部アフリカキリマンジャロ基地だ。各員の健闘を祈る。報告します。中部アフリカ方面軍がキリマンジャロ基地の制圧に成功しました。地球侵攻作戦の初期目的であるオデッサ、北米、中部アフリカの制圧が終了した。今後も予定通り地球侵攻を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵たちの士気も高い。先にジャブローを攻めた方が良いのではないか。勢いだけで戦争には勝てんよ。しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。V 作戦と呼んでおるのか。はい。連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身。軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらず心配性ですね、父上。私もジオン軍人の端くれ、親の七光で出世したなどと言われたくありません。それなりの働きはさせてもらいます。V 作戦か。我が軍は地球侵攻作戦の初期目的を達成し、地上での生産体制が整いつつあります。これにより大気圏外からの降下という危険を冒すことなく、地球侵攻作戦の継続が可能です。これより我が軍は北京攻略作戦を開始する。目標は東アジア。
戦略拠点北京だ。各員の一層の努力を期待する。報告します。東アジア方面軍が北京の制圧に成功しました。兄貴、いい知らせがある。サイドセブンに潜入させた諜報部員からコロニー内に連邦軍の研究施設が存在することを報告してきた。もしかしたら V 作戦と何か関係があるかもしれん。赤い彗星のシャアをサイドセブン空域の調査に向かわせたい。シャア、兄貴から許可が出た。サイドセブン空域の調査に向かい、ドレン、デニム、ジーン、スレンダーを連れて行け。期待しておるぞ。了解であります。直ちに調査に向かいます。緊急連絡です。サイドセブン空域からです。閣下、連邦の V 作戦、モビルスーツの開発、それに伴う新造戦艦を同時にキャッチしたのであります。情報収集に向かった我が隊のザクがサイドセブン内で連邦のモビルスーツと合戦になり、連邦のたった1機のモビルスーツのためにザク2機を失いました。脱出した部下が持ち帰った映像があります。部下の話では、連邦のモビルスーツは信じがたい能力を持っているようです。兄貴、見ての通りだ。赤い彗星のシャアが V 作戦を捕まえた。補給部隊を派遣して調査を続行させよう。ガデムの補給隊を派遣しよう。シャア、調査を続行しろ。了解であります。 V 作戦の追跡を続行します。連邦のモビルスーツにやられたザクパイロットの仇も討たねばなりません。 V 作戦追跡部隊より報告します。我が隊はルナ2付近でガデム隊と合流中に敵モビルスーツの攻撃を受けました。ガデム隊の必死の防戦により補給は完了しましたが、残念なことにガデムは戦死しました。 V 作戦の威力は予想以上です。何としても正体を突き止めねばなりません。報告します。我々は木馬、敵新造戦艦が大気圏に突入する際に攻撃を敢行し、北米に誘い込むことに成功しました。木馬との交戦によってスレンダーのザクを失ったため、我々だけでは V 作戦の追跡は不可能です。以後ガルマ様の地上軍と合流し、木馬攻撃の支援を行います。シャアの報告通り、ジオン地上軍は北米に降下した木馬を迎え撃ちます。私の実力をご覧になってください。ご報告します。ガルマ様の地上軍は木馬との交戦において敗北を喫しました。そして残念なことにガルマ様は木馬に特攻を仕掛け戦死なされました。ガルマが戦死だって？それは本当か？赤い彗星のお前がついていながらなぜだ？俺はあやつの成長した姿を楽しみにしておったのだぞ。父上、お悲しみのところ失礼いたします。ガルマの死についてですが、奴の死を犬死にのまま終わらせるわけには参りませんな。ザビ家松代の故権に関わります。ギレン、わしはただガルマの死を。遅くなった父上。早かったな、二人とも。残念です。あのガルマが連邦軍のモビルスーツの前に倒れたとは。兄貴、俺はまだ信じられん。今にもあいつが顔を出すんじゃないかと。過去を思ってみても戦いには勝てんぞ、ドズル。しかし、あやつこそ俺さえも使いこなしてくれる将軍にもなろうと楽しみにしておったもの。ああ、ドズルの言う通りだ。だからだ、ギレン。静かに、丁重に、ガルマの冥福を祈ってやってくれまいか。兄貴、木馬のことで相談がある。ガルマの仇を討つために
木馬に青き巨星ランバラルを派遣する。 V 作戦の存在は脅威だ。今のうちに叩かねばならん。歴戦の勇士のやつならば必ず木馬を倒してくれるはずだ。朗報を待とう。木馬追跡任務中のランバラル隊から連絡です。報告します。我々ランバラル隊は太平洋上において木馬を発見し、敵モビルスーツと交戦しました。木馬の戦力は想像以上です。しかしなぜかは分かりませんが、奴らの戦い方はまるで素人です。何か秘密があるのではないでしょうか。ランバラル隊より緊急連絡です。回線回します。申し訳ありません。木馬の戦力は予想を上回り、我々は手痛いダメージを受けました。このままの戦力では木馬を打ち取ることはできません。戦力の補給が必要です。ランバラルをもってしても苦戦するとは。木馬の力侮れんな。新型モビルスーツドム1個招待を送ろう。ドムならば V 作戦にも引けを取らないだろう。ドムならば必ず木馬を倒せるはずだ。ランバラルより緊急連絡です。回線を回します。我々ランバラル隊はついに連邦の白いモビルスーツの撃破に成功し、木馬と2機のモビルスーツの奪取に成功しました。ただ残念なことに、木馬の乗組員たちを捕虜にすることはできず、結局 V 作戦の秘密は分からずじまいです。ギレン閣下、諜報部より連邦の V 作戦に関する報告書が届いております。我々が木馬と呼んでいる新型戦艦の正式名称がペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースであることが判明しました。この船は大気圏突入、離脱能力およびミノフスキークラフトの応用と思われる大気圏内飛行能力を有しております。ホワイトベースのモビルスーツ部隊にはタイプの異なる3機のモビルスーツの配備が確認されています。我々が白いモビルスーツと呼んでいるのがガンダムです。この機体は高出力のビームライフル、ビームサーベルを装備し、シールドと装甲はザクマシンガンの砲弾を全く受け付けません。さらに対モビルスーツ戦においても高い格闘能力を見せています。両肩にキャノン砲を装備している赤い機体がガンキャノン、一見戦車のように見える機体がガンタンクです。この2体は中長距離での砲撃支援を主体とし、非常に高い火力を有しています。そしてこのホワイトベース隊による実戦データの収集が V 作戦の正体であり、これに並行して連邦のモビルスーツはすでに量産化されつつあるとのことです。します。諜報部によると、連邦軍がオデッサに対し大規模な軍事行動を開始したようです。オデッサは地上の生命線ともいうべき重要な拠点です。何としても守らねばなりません。マクベはオデッサ防衛の切り札を用意しています。司令官に任命し、オデッサ防衛の指揮を任せようと思います。人類は我ら選ばれた有料主たるジオン国民に管理運営され、初めて未来を見ることができるのである。地球連邦の無能なる者どもに思い知らせ、全人類の未来のために我がジオン公国国民は立たねばならんのである。おギレン閣下、親衛隊隊長がお見えになっています。何の用だ、申してみよう。は、宇宙要塞ルナ2に対する攻略作戦の提案に参りました。ルナ2、あの要塞にどれほどの価値があると。ルナ2そのものにはおっしゃる通り価値はありません。必要なのはその空域とサイド7にあります。建設中のコロニーか。サイド2のコロニーは大きすぎてコントロールできず目標を外してしまったが。はい、サイド7ならば確実に。それともう一つ、この作戦を確実に遂行するためにも封印された核兵器の使用を許可願います。
これらの提案についてギレンザビは即答を控えたという。コロニー落としと核兵器の使用、すなわち南極条約を破棄するということだったからである。ギレン閣下、ルナ2の攻略は成功しました。サイド7は我々の手中にあります。ルナ2攻略作戦の真の目的、第二次ブリティッシュ作戦を提案します。愚かなる地球市民に対し再び裁きの鉄槌を振るう時が来た。第二次ブリティッシュ作戦を発動する。ルナ2を失った連邦に落下するコロニーを止める力はもう残っていなかった。第二次ブリティッシュ作戦は成功です。コロニーはジャブローに落着しました。現在ジャブローの被害状況を確認中です。コロニー落としによってジャブロー基地を壊滅させるには至りませんでしたが、地表の対空防衛網は完全に無力化しました。これでジャブローへの降下上陸が可能です。これで全てが終わる。全軍に作戦の開始を通達しろ。これより我が軍は南米ジャブロー連邦軍基地に対する降下上陸作戦を実行する。再び行われたコロニー落としによりジャブローの対空防衛網は完全に無力化した。そればかりかジャブローは連邦軍本部としての機能すら失いつつあった。30年もの長き間我々は屈辱に甘んじ苦渋を舐め続けてきた。だがその歴史は今ここに終止符を打つ。連邦にもはや兵はなく、我々はもう何者からも束縛を受けることはない。今こそ我々優良人種たるジオン国民が新たなる人類の歴史を築くのだ。連邦軍本部ジャブローの制圧に成功しました。我が軍の勝利です。ジオン公国軍は戦いに勝利した。地球は連邦政府に代わってギレンザビの手によって統治されることとなり、優良人種のみで地球圏を支配するという計画は実行に移され、地球住民の強制退去及び抵抗する者への粛清は速やかに行われ、ギレンはその卓抜した政治的手腕によって不穏分子による反乱の萌芽を未然に摘み取り、地球の環境を回復することに成功する。乱世の非情な独裁者は知性にあっては優れた政治家となり得たのだ。そしてギレンは没後に至るまで人類を導き続けたのである。